ガチ話です。実家が愛媛の松山なんですけど、当時小学生だった僕のめちゃくちゃ近所に福田和子が住んでいました。田舎だったんで、家の外で壁に向かってボールを投げて遊んでると、うるさいとげんこつを食らわされたこともあります。それを知った母親が怒って注意しに行ったらしいけど、逆に怒鳴り返されたらしい。母親とはすごく仲が悪かったらしいし、僕も大嫌いなおばちゃんだった。それなのにうちの親父は学校の先生なんですけど、よく福田和子に飲みに誘われたりしてたらしい。当然断ってたらしいけど、それからすぐ松山であの事件が起こりました。今思うと少し怖い。